けど。あ、行きました。行きました。はい。行ってます。電源がちゃんと来てるのかどうか心配。あ、そうですね。これ繋がってますじゃん。大元が繋がってるのかな。大元は繋がってます。はい。大丈夫でしょう。なんとか言うでしょう。じゃあ2部がスタート。2部がスタートしました。一部は白内障の話でした。だから50代で何パーセントでしたっけ。65%だったかな。もう ほぼじゃないですか。もう半分以上。だから別に驚くことでもないのかもしれない、うん、ただみんなやっぱりすぐに手術はしない、うん、もうギリギリ本当に困ってから。僕はやっぱりイメージだとやっぱり70とか80ぐらいの人かなというイメージやっぱりあったから、うちの母も80ぐらいでしましたから、なんか見えすぎるのもねちょっと苦労みたいですよ。だって長いこと見えてなかった。ただ老眼は老眼なんで近くは見えるんですよやっぱり。そうそう、老眼鏡をかけてます。相変わらず老眼は老眼なんでね、大丈夫ですかね。言ってる？安全マークがついてないから。あの数字が言ってれば。あの録画はされてますよ。はい。はい、じゃあ一部が白内障の話でしたので、二部は。二部ちょっと一個目出しましょうか。はい。っていうかなんかいろいろあれがあるんじゃないですか。あの映画とか。今そういえば映画やってますね。もうだいぶ広島も。最初6巻ぐらいやってますけど、今8丁だけかな。え、なんですか。こういうのもあって。あ、そう、私見に行きました。はいはい、あれはもう大丈夫です。はい、もう、あの夫と2人、これは地元なんだけど、かなりイケメンあるとかって言って、あの行きました。わかりました、僕で。はい、わかりました。で、夫ももう、私が勝ちなんですって言うから、あのちゃんと、あれです。なんかもう、でも良かったですよ。うん、あの映画だからみんなたくさん見に行けばいいのにと思って。こういうのは全国的には来年1月からの地域もあるんでね、まだ全部は全部ロードショーが始まってはないけど、広島は今発表だから福山、来年東広島かな、私相当ね早く行きました。もうあの11月ぐらい、ね、風切りになってすぐに行って、はい、そしたら平日でもなかったと思うけどちょっと少なかったので地元愛が少ないと観客に怒ってました。みんな見に来い。良かったんですよ、すごくいい映画で、なんかじわっとするし、まあコメディってすごい真剣にやらないといけないっていうのを風間森生さんが言われてました。その通りで真剣に、あなんかいい感じで、すごく面白いメンバーって言ってましたね、はい。もうただ片手さんのあの足の長さにすごいと思って、むちゃくちゃ足がそうですよね、スラッとしてますもんね、あれ本物をね、本物に本物のその、あの方にお会いしたらもうきっとびっくりするでしょうね、だって映像でもすごい、すごいからおおと。ちょっと嬉しかったです。お疲れ様でした。ちょっとじゃあ問題出しましょう。ああ、もう脳みそが腐ってる。これはちょっと折り曲げた状態でちょっと見ててくださいね。はい、こんな感じですね。本当に私の脳みそがね。まあ 横にあるのがまあ国の国旗。はいはい、フランス、ロシア、アメリカ。違うね。向こうの紙を。はい、あ、これですか。はい。はい。フランス、ロシア、アメリカ。はい、タイ、ブラジル、はい、フィンランド、韓国、はい、イタリアかな、これ、はい、ドイツ、イスラエルの国旗が左に出てます、はい、右に何か言葉が書いてあります、はい、これ全て共通してるある言葉なんですよ。意味は違うんですよ、意味は違うんですけど、何だと思いますか。まずフランスがジャン・デュポン。ちょっと待って、デュポン、ライター、違うか。でもイワノビッチはなんか人の名前みたい。おお、いいとこ行きました、いいとこ行きましたね。
ちなみにじゃあこの並びある法則でこの、まあ、人の名前ですね、ジョン・スミスなんか、はいはい、この並びでいくとじゃあ日本はどうなるかっていうのが最後の問題なんですよね。大和健の御言とか、おなぜならこのイスラエルのところがイスラエル、イスラエリだから国の名前の元になった人かなみたいな。なるほどね。でもそれだからさ、そうですね。何うーん、まあ、アメリカ、ジョン・スミス。ジョン・スミス、ファッションデザイナーでもないし、ビルタネン、コンギルド、マリオ・ロッシ。多分この海外にどっかに住んだことがある人だったらわかるかもしれないですけど。ああ、はいはいはい。住んだことない。中村さん、わかったですか？一番多い名前？一番多いかどうかわかんないですね。まあ、名前は名前です。鈴木一郎とか。近いとこ行ってますね。近いとこ行ってますね。じゃあなんか童話の中の名前と違うね。でもジョンスミス。でも韓国なんか実際これ童話でできる名前らしいですよ。ポンギルドっていう。でもないんですね。はい、今のところ鈴木一郎の考え方が近いですね。一番。ただ鈴木一郎じゃないんですよ、日本の場合。あ、そうなの。はい。初代大統領の名前とか違うね。鈴木一郎？じゃあ一番まずい名前とか怪しい名前とか違う。ジョン・スミスなんか言ったこといっぱいいます。じゃあスポーツ選手に一番多い名前とか。いやいや違う。もうじゃあ下あげましょう。はい。まずクエスチョン。ジャン・デュポン、イヴァノビッチは鈴木一郎は近いですよ。鈴木一郎が近い。鈴木一郎を選んだ考え方は近いですよ。最も平凡な名前ですけど。でも日本で最も平凡な名前は鈴木一郎じゃないと思うんです。佐藤とか。名字が一番多いのは佐藤ですね。佐藤太郎とか。近くなりましたね。近くなりましたね。佐藤一郎。佐藤太郎。佐藤大輔と佐藤栄作と近くなりましたね、佐藤太郎はかなり。じゃあやっぱり最も平凡な名前の多い名前、佐藤太郎は近いですか？近いです。確かに名字の佐藤が一番ですかね。うん、じゃあ名前で一番でも佐藤ではない。佐藤ではない。田中一郎。田中も多いですもんね。でも田中じゃないんです。鈴木でもない。渡辺。違うんですね。だから順番見ると日本の中の名字で13番目だったかな、12番目だったか、その辺の名字です。じゃあどうしてその13番目の名字が来るんだろう。よろしい。じゃあ大ヒントですよ。はい。役所に行きました。はい、なんか申請せんといかんのやなと思ったときに、まあ、キミウレってのがありますよね。はぁそこに書いてある名前があるんですよ、キミウレ。はい、大体あるのはどうぞ。山田太郎。はい、山田太郎。そうですね。これキミウレ。はい、これ各国のそういったキミウレになるのかな。そうか。これどうやって調べるんですか、その気に入れ。ネットで出てきます。そんなのを調べてる人がいるわけ。目の前にいるじゃないですか。そう、私にしてみたらそれを調べてる人がおることが。で、なんで山田太郎なのかも調べました。うんうん、さっき言ったように佐藤が一番多かったりとか、うん、田中とか鈴木とかにもあるのに変わらず、なんでじゃ山田なのかって言ったら、うんうん、佐藤とか田中っていう名前、どっちかっていうと東日本に結構集中してるらしいんです。西日本よりも、で全国的にまばらに散らばって多いのは山田らしいんです。そうなんだ。なるほど、ね、地域性の問題か。地域性の問題なんだ。とあと名字に使われてる漢字が山が使われてる名字と田が使われてる名字が多いらしい。山口さんとか田辺さんとかいろんなその組み合わせで山田ができたみたいで。
なるほど。だから普通に考えれば佐藤太郎とかね、佐藤一郎でいいんですけど、うんうんうん、なぜか山田太郎なんですよ。偏りがないのが山田なんだ。そう、山田太郎、山田花子のやつで。あ、なるほど。あ、確かに山田花子だ。うん、はあ。それの海外版です、これ。へぇー。ロシアなんかそうですよね。イワン、イワノビッチ、イワノフ。確かにアメリカで言ったらジョン・スミスってありそうな名前だもんね。へえ。でも面白い。なんかこのドイツのハンス・シュミットってなんかありそうな名前ではあります。はあ。そういうことです。だから一回でもね、住んだことがあるあれば見てる可能性があるので、ね。だからまあ、カメラ書いてないと思います、はい、そうですね確かに。へでも韓国って本ギルドンって書いてあるけど、なんかギルドンっていうあれ聞いたことない。童話の中の、英雄の主人公らしいんです。あ、そうなんだ、はい、一般的というわけではないです。でも誰もが知ってる名前だから、ね、誰もが知ってる名前だった。うーんちゃんと調べて。なるほど、なるほど。でも山田太郎さんってなんか俳優さんに入って歌手だったり俳優だったりいましたよね。いますいます。山田太郎も山田太郎もいますよね。じゃあ最も一般的な名前なんだ。へえ、面白い。ブラジルはジョゼ・ダ・シルバなんだ名前面白いですね。面白いですよね、うん。あれ、なんか 変ですか？大丈夫。私の解像度の問題かもしれない。画像が止まりするんで、ちょっと向こうへ確認しに行きましょう。面白い名前。ね。僕は最初 何にまず疑問を持ったかっていうのは、山田太郎はじゃあなんで山田太郎なんだろうと思ったところから調べたんですよ。あ、面白い。私そういうものに疑問を持たない。カキさんやっぱ偉いわ。疑問、何でもやっぱり疑問を持つって大事。ですよね。何のものなんだと思ったのが疑問を持って調べたらそんなんで出た。いやでもね、私今日あれ疑問を持つって大事だなって何でも鵜呑みにやっぱりねするって危険だなと思ったことがあって、なんかこうなんかある本を読んでたら。うん、今どこぞのランキング会社がよくほら世界の大学ランキングとか言ってて、それで日本の東大とかすごい下の方にありますよとかなんとかって言うじゃないですか。そしたらその本読んでたらね、当てにならないって、そのランキング自体がね。だって偏りがあるし、そのなんで調べたかっていうのは分からないじゃないですか。だから例えばまあ、高校なんかでもそうですよね。進学、その有名って言って立派な学校とか言うけど、なんで有名かによって全然あれが違う。ただ点数だけが高いのか、スポーツなのかで。で、その東大の教授の人たちは、まあ、その本によればね、教授の人たちはもうそんな当てにならないものに右往左往するなんて馬鹿げてると。だからもうやりたいやつはやっとけみたいな感じで、大前自弱とね、してますって書いてあって、ああそういうことなんかと思って、踊らされない東大の先生方立派だなと思ったのと、つい踊らされてしまいますよね、なんかランキングっていうと。だから民衆って、まあ、私もその中の一人なんだけど、やっぱりこう踊らされてしまって、数で言ったら一般民衆が一番多いわけじゃないですか、一般人が。だから誰かちょっと小知恵が働く、悪知恵が働くっていうかね、ちょっと操作されたらこうね、私みたいに無知な民衆はすぐブワーッと数でいくじゃないですか。そうすると自分たちも気づかないうちにその数で上回ってるから、気づかないうちに世の中の潮流っていうか、そのなんていうの、動きというか、あれを作ってしまうじゃないですか。で自分たちは一般人だと思ってるから、そんな大それたことをやってるつもりはない。でもいかんせん人数が多いから、ブワーってその操作されて、そうよ、あの人が悪いんだよみたいな感じになったら、
実は無意識にというかね、なんか気づかずにやってるその私たちがとんでもないことをしてしまってるってこういうことなんかと思って、だから冷静にね、いろんなものをあの判断したり大前自弱としとかんといけんなとちょっと今日思ったんですよ。なんかおっしゃる通りだと思いますよ。ねえ、あの一時ね、私あの芸能ニュースが一時嫌いになったことがあって、あの何年か前、っていうのは一人を叩き始めたらむちゃくちゃ叩くでしょ。で、私ある時、まあどうせこの人もう次にまた別の人が出てきたらきっとこれはまた放っておかれるんだろうなと思えたら、案の定あの別の人が出てきたら、あのあれは何だったのっていうところが、それが旬なうちはもう徹底して叩くから、その人の未来も将来もな、もうとんでもないことに、でそれに一般民主、私たちは加担するじゃないですか。そうですね、もうあいつは悪いらしいよとか。でもそれってね、不確かな情報じゃないですか。なんかちょっとそういうことを今日気づいたんですよ。だから何でも疑問に持つ、疑問にね、あの何でも疑問を持つって大切だなぁと思って、なんかそうなんだじゃダメだよ。勝さんみたいになんでだろうっていうの大事かなと思って、ですね。で、まあ、なんでだろう、でなんでだろうと思うから調べたくなるんだ、で別にそれを知って、これを知ってたからといって何がどうなんよって感じでしょ。だけど自分の中では満足するわけですよ、ああこういうことなんだって言って、でもなんか基本姿勢が大事ですよね。なんかこう何でも疑問に持つっていうのと、そして持ったら一応調べるっていうのが、それすごく大事だ。ちょっと調子悪いですかね、大丈夫かな、僕は大丈夫なんですよ、はい、多分大丈夫だと思う、はい、まあ大丈夫にしときましょう、一応一部は大丈夫だ、はい、5分ぐらいまで行ったりしたね、うん、だからなんかね、あの今カキさんが疑問に思ったことを調べるって言ったので、それって基本的に大事な姿勢だなと思って、私今日ね東大情けないなってずっと思ってたんですよ、踊らされて、そういうふうなことを書いてあったから、ああそうよね、確かに何で調べるのかとか、どういう方法で調べるのかとか、まあそうなんですよね、うん、それで全然違うじゃないですか。今僕はたまたまこうインターネットを調べてますけど、はい、インターネットが全部正しいとも限らないんですよ。そうでしょう、はい、確かにたまたまネットで調べたらこんな答えが出たっていうんで、うん、まあこれを出しましたけど、うん、まあ実際の国に行ったら、いやこれ違うよとかもしかしたらあるかもしれない。確かにね、だから、はい、あのそれとね、私ついでに言うと、私視聴率今ね、すっごい私が気に入ってるドラマとかでも、はい、すっごいネットで叩かれたり、はい、いろいろするんですよね、はい、それにネットで叩いたらまたそれに対してやっぱりなみたいな人がいっぱいおったりして、でも私ね、自分はそうだから思うんだけど、最近の視聴率ってもう絶対当てにならないと思うんですよ。まあそうですかね、なぜならね、私も忙しいから、うん、録画するんですよ、やっぱり、うん、あのリアルで見るし、はいはい、だけどやっぱりあの しっかり見るんですよ、何回も気に入ってるからね、でそういう人って多いと思うんですよ、うん、今世の中中が忙しいから、うん、ゆっくりそのリアルタイムで見れてる人ってないと思うし、で、ね、録画の技術があの便利ねなったがゆえに、ちょっと無理したらその時間に帰れるって思ってももう無理しないじゃないですか、もう録画して安心してね、だからそういうのがあるから視聴率って全然当てにならないなと思って、だからもうあの俳優さん方は気にしない方がいいと思います。もう全く当てにならない、作り手はまあ気にするかもしれないけど、僕らそんなに気にしてないんですよ、うんうん、もう気にしない方がいい、それで作り手も気にしない方がいいですよ、みんな録画で見てるし、今ちょっと調子悪いんですよ、はい、静止画みたいな感じで、あららら、時々ポパッと動いて、で音声がほとんど入ってないんじゃない、あれよ、どうしたんだろう、どうしたんですかね、おーいって音だけでも入ってたらいいでしょ、一瞬パパパッと動いて、ちょこちょこ動いてるんだ、でまた止まるでしょ、なんでだろう、で
も前もこれでちゃんと配信したからね。さっきまではね、普通に動いてたんですよ。今日なんかありました。なんかユーストでするようなこと。さっきの第2部が始まってから、僕だけなんか機敏な動きしてましたね。じゃあとりあえずもうやってしまって、はい、音が入ったらいいんですけど、うん、音切ってませんよね、私。マイク切れてませんよね。当たってませんか、マイク。マイクマークに斜めは入ってないです。入ってませんか。なんかね、手が当たるのか知らないけど、結構ね、大丈夫だ。ちゃんと言ってますね。本当も言ってるのに、配信の方だけ、うん、で録画はされてるかもしれないですね。そうよね、はい、ちゃんと、はい、録画はされてるかもしれない、うん、一応、はい。第1部無事だった。脳トレですか。いいですね。はい。じゃあ、すっかり弾いてくるんで、好きなところでストップって言って。はい。さあ。はい。じゃあ、これを。はい。ああ、これ。はい。で、これですね。まあ、好きなところにやっぱりする。はい。よし、はい。で、普通に当てるんだとつまんないんで、はい、マークと数字をそれぞれ、例えばハートの方だったら、はい、ハートと5、はい、2枚を見せて当てるというやり方。ちょっと高度じゃないですか。でいきますね。だから、うん、数とそれからの、はい、マークを別々に当ててくださるということですね。そんなことができるのだろうか。見えすぎる目で。見えすぎてるんじゃないですか。もしかしたら間違えたかもしれない。まあやってみましょう。まず、はい、マークはダイヤでした。はい。ダイヤでした。はい。ダイヤで間違いない。はい。間違いないです。で数字は4、はい。違います。え、違うんですか。じゃあ4枚目ということにしましょうか。はい。4枚目が選んだカード。お、あら？合ってました？合ってましたけど、それ最初に出ませんでした？で最初ダイヤ。ダイヤ。あら？あれ？さっき。さっきダイヤのエースでしたよね。全部クイーンでダイヤを。あら？さっき最初にダイヤのエースでしたよね。そう、まさにそのカードですよ。そう、それでまさにこのカード最初に出ちゃって大丈夫なのかなって今思ってたら、いつの間に。え、なんで。確かに一枚目ダイヤのエースでしたよね。なんでいつの間にかそこへ行く。ダイヤじゃないですか。エースじゃないですか。いやでも最初にここエースが来てたよね。おかしいな。なんで。手品だった。いやしかも俳優さんだってことを忘れてましたわ。めっちゃ消えてかもしれない。本当に油断させますね。今度じゃあ、はい、あの完全シャッフルしますね。よくあの裏にね、その例えばなんかマークと数字を書いたって、はいはい、見てんじゃないかって言うんですけど、うんうんうん、そういう確かにカードもあるんですけど、これは違います。はい、これはもう正真正銘の、はい、マジックのトランプ、はい、で、もう好きなようにシャッフルしてください。え、いいんですか。はい、好きなようにシャッフルしてください。もうなんか怪しいよね。はい、はい、OK です、はい。で、僕が見ちゃうとなんかどっかに印があるから探してんじゃないかとか、操作してんじゃないかと思われるんで、はい、このままそっくり場から僕は渡すんで、はい、渡して僕は後ろ向いてる間にこうやって自分でこうやって選んでいただいて、ええ、で、あ、この数字がいいかなと思ったらこの数字を選んだ数字をこう下に置いて、はい、で残ったやつをこう置いといてほしいです。あ、なるほど、わかりました。いいです。こうやってダーッと選んでいただいて、はい、僕こっち向いてる、はい、うーん、これを下に向けて置いといて、はい、そして残りはこっちですね。はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、これじゃあ選んだ、はい、選んだ下です。これも関係ないんで、はい、シャープを押します。じゃあ今度は
これ真ん中辺から取ってこっちを置いてください。真ん中辺ね。はい。はい、で残りをまたこっちを置いてください。ちょっと待って。そうするとこれが真ん中に行くよね。真ん中に行きます、ね。はい。でさらにこれを真ん中半分ぐらいにこうするんで、これをこっちに乗せてください。ちょっと待って。はい。はい、でこれをこっちに乗せて。はい、僕一切触ってないんで、はい、まあ、まあほぼ真ん中辺に行ってますよね、はい、行ってるはずですね。でこれをさらにシャッフルします、はい、シャッフルします。そして一回、そしてもう分かんないですどこ行ったか。うん、まあ理論上はどこ行ったか分かんないことになっています。一発になっていますみたいな。なんで？なんで？どうして？なんで？今だいぶくちゃくちゃってしましたよね、うん、ほとんど僕触ってないですもん。うん、どういうからくり？でも置いたところがパッチリ真ん中でもないから、で、もうこれこうこう見た時にそんな並びが分かりそうなあれでもなかったですね。なかったですね。で一番下に置いたから上から見ても分からなかったんで、うん、でその後あっち行きこっち行きしたから、なんで今のだけで答え言いましょうか。どうやってやったかだけ、うん、あの僕は後ろ向いてない間にこう選んでもらったので、はいはい、で僕はそのまず説明をしましたよね、はい、僕は後ろ向いてない間にこうやって選んで、はい、この行動をしたいです、はいはい、その時に僕が